言い換えろ。はい、ではね、DC モーターを使ってみるということでね、動作確認を最後行っていこうと思います。それではね、プログラムがね、解説は終わったと思いますので、シリアルポートが選ばれていることを確認して、ポート種類が起動しましたね。はい、 C さん読んでおりませんと。はい、はい、ということでね、まあ、はい、気を取り直しまして、書き込みをマイコンボードにね、書き込みを行っていきましょう。はい、でこちらシリアルポートを見ると、モニターを見るとこういう風になっていると思います。ただね、まだね、DC モーター動かないと思います。っていうのはね、ここボタンを入れてなかったんでね、これ入れてあげると、はい、こういう風にね、動くと思います。もう一度最初からやってみましょう。よいしょ。そうですね、最初解説した通り正方向もあって、そしてリバースする、そういった風になってます。だんだん遅くなるような感じですね、最後は。はい、でこんな風にね、DC モーターがうまいこと制御できることをね、確認しましたのでね、まあ、今回はね、これでレッスン終了にしたいと思います。またね、これうまいこと使うと、はい、簡単なね、ロボットアームとか作ることができたりしますのでね、そういうのもね、これからやっていこうと思いますので、お楽しみにしておいてください。はい、それではね、終わります。言い換えろ。